はいどうもこんにちは、あつかちゃんこと塚田です。えー、今回なんですけど、水素吸入の効果を自律神経の観点から考えてみたというテーマでお話していこうと思います。でまあ、水素吸入をすることで、えーまあ、これまで、僕の、まあ、これまでというか、まあ、別の僕の動画などで、えーまあ、水素吸入することで、えー、見た目も心も若返ると。でまあ、病気知らずの体になったりとか、あと関西お肌が消えたとか。 い、まあ、いろんんなプラスのの効果っててうのを体感してるんですねでそれなんでかって言ったらあ体の,その老化させるとかあ傷つける病気の原因とか言われている、えー、悪玉の活性酸素を水素吸入することで、えーまあ、それを除去してでそれによって、えーまあ、元気になるというようなあことをお話ししてきたわけなんですけど実はですね、まあ、この水素吸入っていうのがあ自律神経にとっても ものすすごく良いんですね、まあ、例えばあ、まあ、身体能力が上がるとか集中力が上がるとかあと心がすごく穏やかになるとか、まあ、それってまあ自律神経がすごく関係してるんですけども推測輸入とこの自律神経のバランスを整えるっていうのがすごく関係していてあの自律神経にとってもすごくプラスだということを、えーまあ、僕自身、えー、感じてますと。 ということで、えー、今回ですね、えー、自律神経の観点からあ、水素吸入するとどんな効果があるのかということを考えていこうと、お話ししていこうと思います。でまあ、目次としてはあ、こんな感じですね。ま,あ、まず、水素吸入するとどんな効果があるのかと。で自律神経ってじゃあそもそも何なのかと。で、その次が、あ自律神経のバランスが乱れるとどうなってしまうのか。での どんな原因で自律神経ののバランスが乱れてしまうのかとで最後に水素吸入にするとなんで自律神経にとってプラスなのかという流れでお話ししていこうと思います。でまずじゃあ水素吸入にすると具体的にどう自律神経に良いのかというと、まあ一言で言うとですね自律神経のバランスがまあ整って、まあ、体が心もですねすごく元気になるんですね。 自律神経っていうのは次のページでお話しますとしますけども簡単に言うと、まあ、あ体を元の状態本来の状態に、えー、維持するために、えーまあ、24時間365日ずっと自分の意思とは関係なく働き続けてくれてるような神経なんですけどおの水素吸入することによってその自律神経のバランスがあ整って元気にしてくれるんですねでじゃあ具体的にどんな効果があるのかと いうと、まあ、これは僕自身の体験でもあるんですけどまずこの身体能力とか集中力がすごく上がりますね、まあ、例えば僕あの身体能力っていう意味ではあ、まあ、結構体を動かす運動が好きでですね、えー、水泳したりとかあと走ったりとかあ、まあ、筋トレしたりとかあよくやっているんですけども,もしその水素を吸入する、まあ、水素ガスを吸入するとかあと水素水を飲んだ後に、えー、運動するとですね えー、そうじゃない時と比べてあと昔と比べてもですね、えー、全然その体の体動きが違ううなっていう風に感じるんですよねあれこんな体動いたっけなとかこんなに長く泳げたっけかなとかあと筋トレしててもこんな重い負荷持ち上げられたっけかなとかそういう感覚になる時があるんですよ。 あと、まあ、これ僕だけじゃなくてですね、えー、実際に、まあ、僕は全然あのスポーツ的には素人ですけど、素人というか、まあ、趣味レベルなんですけど、おまあ、プロのおアスリートですね、例えばあ、まあ、オリンピックレベルの体操選手であったりとか、あとお24時間レース、まあ、F1 レーサーであったりとか、あと、まあ、アームレスリングのお選手とか、あ,あと、まあ、ボクシングの 選手それこそこの前、えー、ヤフーニュースの記事にあの村,田選手村田選手ですねミドル級の村田選手があー水素吸入練習の、まあ、秘密兵器として水素吸入を取り入れ始めたっていうようなことが書かれてましたけど、まあ、そんなような感じで,ですね、まあ、この水素吸入ということで、まあ、身体能力,能力とかあと疲労回復ですね、えー、っていう効果が見られるってことで、えー、この水素吸入っていうのが、まあ、最近注目されてきているわけなんですけど、まあ、僕自身も 実際の身体能力が上がったり上がったという体感をしていたりとかあと集中力ですね、えー、集中力っていう意味では、えー、仕事とかあと勉強をしたりするときに、まあ、水素を吸入しながらあ勉強であったり仕事をするとおそうじゃないときと比べて、えーまあ、集中力が上がるなっていう感覚はあるんですねあれなんかいつの間にこんなに時間経ってたのかっていうような感じで没頭しやすくなったりとかあそういう感覚があります まあねそのそうじゃない時ときと水素を吸ってないときと吸ってるときでじゃあどんくらい違うのかって数値化してはいないので、えーまあくまで体感レベルであるんですけどそういう感じはありますあとは、まあ、この集中力上がるっていうのとあの似てますけど、まあ、この仕事とか勉強の能率っていうのもすごくアップしてるんですよねあとはまあ免疫力の向上っていう意味ではあ、まあ、僕はもう水素吸入始めて、えーまあ、3年 であと自宅で吸入し始めてあの自宅用の水素吸入器を買って、まあ、それ以降毎日、えー、水素吸入してるんですけどおそれ以降ですねもう一回も風邪ひいてないですね、うん、風邪どころかもうそのほか、まあ、たまに二日酔いで頭が痛いとかっていう時はあほんの、まあ、年に何回かはあるんですけど、まあ、それ以外はないですね、うんまあ、そのぐらい、まあ、免疫力が上がってるのかなというふうに思います あとは、まあ疲労回復とか疲れにくい。まあ、全然そうですね。あの疲れにくいです、ね。あまり疲れないですね。すごいう仕事をしていたりとか、あと運動していても、むしろまあ爽快感というか、あと集中しているとかあの没頭している感覚って結構僕好きなんですけど、おまあ、全然疲れない。まあ、疲れたとしても心地いい疲労感っていうんですかね。で、ね、その疲れ仮にじゃあ疲れたなっていう時も、水素吸入すればあ結構疲労が回復するんですね。 うん、実際そうだあ、この前、結構長距離走って足が疲れたんですけど、お何キロぐらい走ったの ?15 キロぐらい走ったんですけど、おその時さすがに足が疲れたんですよ。で、でも、その帰った後に水素吸入したら、やっぱだいぶ足が軽いなと、疲れが取れたなっていう感覚になりましたね。あとは、まあ、心が穏やかとか、感情が乱れにくいっていうのは、 あ,あります、ね、なんかそんなあのイライラするとかあ、まあ、ネガティブな感情になるとかそういうのってなく本当穏やかでうんおおらか穏やか、まあ、そんな感覚ですねそんなにムカついたりとか、まあ、全くないってことはないですけど、まあ、そうなったとしてもすぐにいい落ち着くというか、うん、そんなあの感情が乱れるってことはないですね あとは、オンとオフの切り替え、まあ、休む時ときと、あとまあ活動するときのスイッチの切り替えっていうのも結構しやすいですね。とか、などなど、まあ、僕自身もそうだし、まああ、こういう水素吸入によって、えー、なんていうんですかねあの、自律神経、自律神経の観点からは、あこういうようなあ、まあ、プラスの効果っていうのを、まあ、僕自身体感しています。はい でじゃあその自律神経、自律神経って言ってますけど自律神経ってじゃそもそも何なのと言いますと、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、知らない人もいると思うので、えーまあ、ここで自律神経についてお話ししていきますと自律神経っていうのはまあ神経の一つですね。 まあ中枢神経と末梢神経ってまあ2種類大きく分かってえどっちかっていうとその末梢神経っていう方で、まあ、体中に、えー、張り巡らされている神経ですねで、えー、どんな役割かっていうと内臓の働きとかあと代謝体温の調整とかあと血圧血,の血流ですね血流量の調整とかあそういうものの、えー、機能っていうのをあの調整する ための神経ですね、まあ、要は体を本来の状態、えー、正常な状態に維持するため維持し続けるために働く神経なんですねで、まあ、そういうの恒常性っていうらしいんですけどお例えば、まあ、暑かったらまあ汗をかくっていうあと寒かったら震えるとか、まあ、これっていうのは体温を上げるために震えるっていうのがまあ体では勝手にやってるわけなんですねあとお何か食べたら消化をするとか あまあ、なんか異物が入ったら咳を出すとかこういうのっていうのが、まあ、あその正常な状態に戻すためにあの自分の意思とは関係なく勝手に働くっていうものがまあこの自律神経というものなんですね。だから汗をかくとか意識しても多分できないと思うんですよね。 逆にまあ手を動かすとか手を上げるとか足を上げるとか立つとかそういうのっていうのはまあ中枢神経っていう方で、えー、まあ脳があ命令することによって動くわけなんですけど逆にこの自律神経っていうのは脳の命令とは関係なく勝手に、えー、体をお本来の状態に維持するために、えー、勝手に、えー、働いてくれるというようなあ神経なんですねだから寝ていようが起きていようが ずっともう24時間365日関係なくもう働き続けるというような神経ですね。で、その自律神経といっても、まあ、大きく2種類あってですね、まあ、これは結構お知ってる人が多いんじゃないのかなというふうに思うんですけど、おまあ、交感神経と副交感神経、この2種類があります。で、このバランスを整える、バランスよく、えー、働くというのがまあ、 健康というか元気な状態なわけなんですけどそれがまあどっちか優位になってしまったりとか偏ってしまうと自律、えーまあ、神経のバランスが乱れて、えー、体の状態がおかしくなるとこういうことにつながってしまうんですねで、まあ、交感神経っていうのが、えー、もう昼間とか活動してる時に、えー、まあアドレナリンを出したりとかあと血流量を下げて緊張を高めたりとかあ活発に体を活発にするために、えー、働く ののが、まあ、この、えー、と交換神経ですねでもう一個の副交感神経っていうのは、えー、リラックスしているとき安静しているときとか寝てる間に、えー、働く神経優位になるもので、えー、この血流量を上げたりとかあと消化を高めたりとか体を安静してるときに体が安静してるときに、えーまあ、リラックスしているときに働く神経がこの副交感神経ですね。 で、まあ、さっきも言いましたけどこの交感神経と副交感神経ってうバランスがすごく大事で、まあ、どっちかがか偏ってしまうと、まあ、交感神経が偏ってしまうとおなんか眠れなくなってしまったりとか、まあ、逆に副交感神経が優位になりすぎてしまうってもこの血の、まあ、体が緩んでしまうっていうんですかねというこのバランスが大事ということなんですね。 で、そのバランスが大事って言いますけど、うん、心身のストレス、まあいろんなストレスがあると思うんですね。肉体的にも精神的にも。そういうストレスによって、自律神経っていうのはバランスというかが乱れやすくなってしまうとあ。乱れやすいんですよね。で、その乱れてしまうと、いろんな体の不調っていうのが起こってしまうわけなんですけど、じゃあどんな体の不調が起こってしまうのかという一例を挙げると、まあ例えば、 あ身体能力とかあと集中力が下がると、まあ、さっき、えーまあ、効果のところで、えー、身体力が良くなるとか集中力が上がるという話しましたけど逆にこのバランスが乱れることによって、えー、身体能力とか集中力が下がってしまうね要はまあ本来の能力が発揮できなくなるっていうんですかね、まあ、スポーツ選手であればまあそのスポーツ競技の、えー パフォーマンスが出せないとか集中できないとかあと仕事とかあ勉強の、えー、本来のお実力が発揮できないとかあそういう現象が起こってしまう集中できないとかあと不安とか緊張ですね特にまあこれはあの交感神経が優位になってしまう,しまうと余計、えー、こういう不安とか緊張のが高まって、えー、眠れないとか腹が痛くなるとか。 まあそういうのになりがちやすいのかなと思うんですけど、まあ、この不安とか緊張の高まりっていうのもありますねあとは血流量があ減ってしまうでそうすることで、えー、酸素が、ね、酸素が回らなくなってしまったりとか体が冷えてしまったりとか、まあ、いろんなことにつながると思うんですけどまず、えー、バランスが乱れることによってこの血流量があ減ってしまったり あとは免疫力が下がるこういうのもありますねあとは、まあ、ネガティブな感情っていうので、えーまあ、イライラしやすくなってしまったりとかあとはあ何でもネガティブに捉えてしまうあとは感情のコントロールができなくてなんかすぐに切れやすくなってしまったりとか爆発させてしまっちゃう感触を起こすとか、まあ、そういうのもこの自律神経の乱れによって、えー、起こすというふうに考えられてるんですね で、あとその他にも、おまあ、不眠であったりとか、あと、頭が痛い、頭痛、あと多感、汗がたいっぱい出るとか、腹痛、めまい、しびれ、手足のしびれとか、あと、下痢、便秘、肩こり、倦怠感、まあ、などなどですね。もうとにかく、まあ、あらゆる体の、 不調がもうこここの自律神経が乱れれるるととにによって、えー、起こっててて起しまうというふうい考えられてるんですよもう本当この自律神経っていうのはあその体を維持する健康な状態本来の元気な状態っていうのを維持するためにはあ、まあ、そのバランスを整えるっていうのが、まあ、めちゃくちゃ大事なわけなんですけどただまあ乱れることによって心身のストレスによって乱れることによって、えー、まあ、いろんなその体の不調 まあ最近だとその自律神経失調症っていうようなあまあ病名っていうんですか病気なのかあ症状なのかあそういう名称でえ言われることもありますけどおういうのは要はこの自律神経のバランスが乱れることによって、えー、こういういろんな体の不調が起こってしまうとおいうことにつながってしまうんですねでじゃあなんでその自律神経のバランスが乱れてしまうのかというのを、えーまあ、いくつか挙げたんですけど まあ一言で言うと、やっぱりその心身のストレスなんですね、ストレス。精神的なものもそうだし、えー、肉体的、身体的なストレス。このストレスを、えー、かけすぎる、かけすぎる、ストレスが積み重なることで、えー、どんどん自律神経に負担が,負担がかかって、その要は、神経、えー、自律神経っていうのは体を元の状態、本来の状態に戻すために、えーまあ、24時間365日働き続けているわけなんですけど、やっぱこのストレスが、 かかりまくることによって、その神経っても、自律神経っても疲れてしまったり、傷つけてしまったりとかして、まあ、そのはあ追いつかなかったりあの、機能できなかったりとかして、見、え、ら、ー、れてしまうわけなんですね。で、じゃあ、例えば、じゃあ、そのストレス、どんなものがあるかっていったら、まあ、いろいろありますよね、もう人間関係の悩み。まあ、なんか 友人関係もそうだし、えー、上下関係とかあと男女関係とか、まあ、いろんなその人間関係絡みで、えー、まあ悩むストレスをためてしまうことってあると思うんですよね、まあ、こういうのがつながってしまったりとかあとはプレッシャーですね仕事で、えー、もうずっと何かの締め切りに追われているとかあ,あとは、まあ、スポーツ選手であればあなんか結果を出さなきゃっていうようなプレッシャーであったりまあ 結果という意味ではまあその営業とかその仕事も同じかもしれないですけどもういろんなそのプレッシャーですね。あとはあ過剰な我慢ですね。まあ、やりたくないことを、えーまあ、やりたくないことって言ってもねその将来の,その自分の幸せにつながる我慢であればそれは大事ですけどそうじゃない、えー、ただあその先に何もないものに対して何か我慢しているとかそれを我慢し続けているとそのストレスっていうのはどんどん溜まってしまいますよね。 あとは過労ですね、働きすぎで、えーまあ、肉体的に溜まってしまったりとかストレスがあとは心労ですねあとは、まあ、不規則な生活っていう意味では例えばあ、まあ、昼と夜が逆転するようなあ、ね、夜勤があるお仕事をされている方とかあとお 不規則っていう意味ではまあ食生活もそうですね、まあ、ジャンクフードとか体に,体に負担がかかるようなものおまあ甘いものとかもそうですし、えー、まあジャンクなものとかあそうですね栄養がないものとか、うん、あのそういうものをやってるとやっぱ体が負担がかかってしまって、えー、まあその自律神経にも負担がかかってしまってそれがどんどん乱れにつながってしまうのかなと。 で、まあ、交感神経と副交感神経ありましたけどおやっぱ今のこの現代社会っていうのはどうしてもおのストレス優位で、まあ、緊張とか不安とかプレッシャーとかあー、まあ、我慢とかそういう意味ではあどっちかっていうと交感神経が優位になってしまって、えーまあ、眠れないとかそういうのもおやっぱどうしても交感神経優位になりがちな社会なのかなというふうに思います。 まあ、交感神経優位っていう意味では、例えば、ね、翌日が楽しみ、まあ明日はあ待ちに待った、うん、なんか、大好きな女の子とのデートだとか、あと、うん、そうですね、えーまあ、試合、ずっと待ち遠し勝った試合が、明日やっと試合があるぞとか、うんね、小学生とかであれば、まあ明日は遊園地とか遠足だとかだと、興奮して眠れないとかあると思うんですね。 まあそれっていうのは要は交感神経が優位になってえまあ寝られなくなってるっていうのがまあ,あるわけなんですけどまあ別にねそれたまりだったら全然あのそんな問題ないと思うんですけどそれがずっとたまり続けるまあそねワクワクだったらまあ全然いいんですけどそのネガティブなというか体によくないストレスがずっとたまり続けるとう自律神経っていうものがあどんどんあの負担がたまってしまってえどんどん乱れてしまうのかなというふうに 思いますはい。でじゃあまあねその自律神経、えーまあ、乱れてしまいがすいと特に交感神経優位になりやすいなりがちな、まあ、要はもうバランスが大事なわけなんですけどおそのどうしても現代社会のこのストレス社会だとお自律神経の中でも交感神経が優位になってしまいがちだという中でじゃあ水素吸入するとなんで えーまあ、自律神経のバランスが整いやすいのか体がその自律神経にとって良いのかというとまず一つは水素吸入をすることによって、えー、副交感神経が優位になって、まあ、体がリラックスするんですよね。でなんでかって言ったらその水素吸入をするとですね、えー、血流が良くなるんですよ。 体中の、まあ、毛細血管があ体中に張り巡らされてるわけですけど自律神経と同じように、まあ、毛細血管も張り巡らされていて、えー、で水素吸入するともう体中の,その血流が良くなってもう明細毛細血管がバーッと広がってです、ね、もう体中に血流が回るんですよねでそうすると、まあ、交感神経優位だと逆にその血,血管があ細くなってです、ねえーまあ、血流が 少なくなるんですけどそういう状況でやっぱ水素吸入をすることで、えーまあ、血流が良くなって全身血が巡ってですね、まあ、副交感神経優位になって、まあ、すごく体がリラックスするんですよねなので、えーまあ、すごくその体がリラックスするってことで、えーまあ、その水素吸入をすることで、えーまあ、副交感神経、まあ、交感神経優位な、まあ、今の 現代社会にとってはあその副交感神経、まあ、水素吸入することによって副交感神経もあの優位にいい、まあ、バランスを整えてくれるので、えー、この自律神経特に今の社会にとってはこの自律神経にとって、えー、すごくプラスなんじゃないかなというふうに、えー、言えるんですねでなおかつ、まあ、脳みそ,、ね、そのじゃあ水素吸入すると副交感神経になって眠くなっちゃうのかというと まあそんなことはなくて、まあ、脳みそはもう活性化してるのででも体リラックス、まあ、脳は活性化してあの体リラックスしてるんで、まあ、そういう意味ではあさっきその身体能力上がるとか集中力上がるとかあまあパフォーマンスが良くなる、えー、っていうふうにはお話ししましたけど、まあ、そういうのにつながってるのかなというふうに思いますやっぱね体がリラックスした状態で集中できたら、まあ、本来の、えー、自分自身のその 力、実力っていうのを最大限はっきりできることにつな、えー、がりやすいんじゃないのかなっていうふうに思うので、まあ、緊張しているよりもリラックスしている方がっ体っていうのは動くと思いますので、まあ、脳みそも脳も体も動くと思うので、まあ、脳の水素吸入っていうものがあその身体能力とか集中力とかそういう体のおが元気になるっていうことにつな、えー、がってるんじゃないのかなというふうに、えー、言えますね。 であとはあ2つ目があこの自律神経を傷つける、活性酸素ですね。まあ、結局は、まあ、このストレスがたまると、えー、活性酸素、悪玉活性酸素が出てきてしまうので,で結局、ね、その細胞、神経も結構細胞なので、えー、その活性酸素、悪玉活性酸素によって、えー、その細胞が傷つけられて、えーまあ、本来の,その自律神経の機能っていうものがどんどん低下してしまって、えーまあ、バランスがおかしくなると。 本来の状態にを維持するっていう本来の働きができにくくなってしまうっていうのがあるので、えー、この水素吸入することで、えー、その傷つける原因の悪玉活性酸素っていうのを除去してくれるわけなので、えーまあ、この自律神経が本来の働きをしやすくなるというこの2つの理由があ挙げられるのかなというふうに、えー、考えております。 で、実際、あの僕自身、水素吸入して、まあ、僕だけじゃなくて、えーまあ、いろんなそのスポーツ選手もそうですし、えーまあ、僕の周りの経営者さんなんかも、まあ、もの水素吸入によって、えーまあ、元気になっている、あとパフォーマンスが上がっている、まあ、そういうようなあ、まあ、状況になっていますので、えーまあ、体感としても間違いないんじゃないかなというふうに、えーまあ、僕自身は感じていますね。はい ということで、えーまあ、今回、自律神経の観点から、あまあ、の水素給油の効果ということをお話してきましたけども、まあ、じゃあね、その水素給油じゃあ水素あったら何でもいいのかっていうと、そんなことはなくて、まあ、僕の別の動画とか、あと、まあ、動画の説明欄の中で、まあ、冊子をプレゼントしてるんですけど、その冊子の中に書かれているようなあの最低限のお、まあ、知識がないとですね、えーまあ、効果がないものとか、有害の恐れがあるもの、 にあの手を出してしてまうお金を無駄にしてしまう可能性があるのでそこはあの最低限あの知っておくべきことっていうのはあきちんと学んだ上で、えー、知っていただいた上で、えー、その水素っていうのをぜひ導入していただきたいですし、えー、まあ、ちょっと正しいあのその水素の 情報っていうのを、えーまあ、僕自身一人でも多く届きたいなってことで、まあ、こういう発信してるわけなんですけど、おぜひですね、あのまあ、僕の他の YouTube の動画とかなど、そういう冊子を,察しを、えー、見ていただいてですね、えー、もっとその水素について、えー、知っていただけたらなと思います。と、はいうことで、えーまあ、今回、えー、自律神経ニト水素の吸入の、えー、お話でした。以上です。ありがとうございました。